Hey. おはようございます。おはよう、おはさるさる。おはさる、おはらん、おはさらんらん。おはさら。おはさる、みなさん。おはようございます。おはようございます。ハサル、おはようございます。自己紹介をします。はい、 NGT48 のテニス少女、みんなのハートに内緒、ありがとうございます。あなたの隣まで、アドバンテージ、おじあい出身、15歳、高校1年生の小宮山さらです。よろしくお願いします。おー、サービスエース内緒とアドバンテージ、ありがとうございます。みゆみゆルームからいらっしゃいませ。おさらがいちゃんかわいよー、ありがとうございます。おはよう、あくび。JK おさら、おさら、おさらです。はい、今日は5月26日、じゃね、もう、もうちょっとで5月終わっちゃうよ。山から下山してきました。うわ、さっちゃんおはよう、目覚めはいかがですか。うん、普通じゃの。さっちゃんおはよう、おはよう、あくび姫。私今日もおでこダメ。なんとか起きれました。わー、ありがとう。おはよう、おはようさん。ドルメシアン、そうだよ。うわ、虹出てる。あ、いいやね。なんか夢見た。見てない。おさら先生、昨日は悩み事相談ありがとうございました。当たり前だ、もう解決じゃろ。もう上半期終わるね。ほんとだよ。かなぴ、今日は村長の春カメラの祝日だよ。わけわからん。あ、そういうこと、1ヶ月だから。おお、まあ1ヶ月で、まあ1ヶ月後に祝日をすればいいのかなと思います。おさら、おはよう、おはよう。そうですよ、耳が生えてんの。誕生日か、はるか、あと1ヶ月で。はら、その1ヶ月と1日後。肌綺麗だね。綺麗？だいたい仕事だから朝配信見れないけど、今日、明日、休みだから、さらちゃんの配信見れてます。ありがとうございます。昨日の夜課題終わったから見れた。お！おめでとう！さらはまだ終わってないけどね。素肌ピチピチをさらさら。16歳って大人や。まあ、15歳だね。確かに。16歳やで、もう。入った当時は13歳って言ってたのに。ありえねえ。おはよう、上半期は6月までじゃないかな。でももう少しですよね。16歳じゃねえわ、13歳って言ってたのに。嫌じゃな。上半期はどんな一年だった？だってもう最近はもう活動してませんし、下半期頑張っていきたいなって。懐かしいですね。だってさ、
13歳から見て16歳って大人でした。私は16歳だとヤヒーとかあのゆめたんとかが入った当時16歳だったから、めちゃめちゃ大人に見えてました。さやちゃんは何歳で年止めたい？20歳ぐらい、22歳、25。かわいい時、一番めちゃかわいい、ありがとう。これからの人なんだから。お皿は、そうなんですか。わあ、昨日関東地方と北海道解除ねえ、まあよくわかんないんだけど、入った時は部活やっけで真っ黒黒式、そうでしたよね。さあもう今も想像できないもん。あのね、今も真っ黒黒式なんだけど、入った当時は、当時はっていうか、もうあくび、入った当時はな、え、うわ、おさらは今小学生だよね。いや高校ですけど。ハートありがとうございます。焦げてた。おいおいおい、だるまさんありがとうございます。さらちゃんに期待してる人いっぱいおる。ほんまか。俺はピーマンだね。だいぶ白くなってきた。まあ最初よりはね。だるまありがとうございます。コーヒー飲んで、今日はコーヒーないんです。このあと寝る。いや寝ないわ。あれおさら、チャオスチャオス。村長お酒飲んだらなんか縁にはるか村の状況を話そう。え、さやちゃんの生誕祭は壮大なパーティーにしたい、ね、パーティーしたいな。生誕祭できるかな、期待してます。ほんまか。デビュー当初よりはるかに可愛くなった。ありがとう。白くなるアドバイス一番くれるのってあゆ太郎さん、レナポンさんがくれてた。一番二度寝かよ。ブン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 。おはよう、仕事行ってきます。行ってらっしゃい。劇場公演で年上メンバーと絡むサラちゃん面白くて好きです。本当ですか。今日は54分からロマンスいらねえだよね。待って、全然予想してなかった。おさらルームも何気そみ多いよね。なんでやねん。サラおさらファミリーに入ってや。おはさる、おはさる、さあサラの話し方好き好き、可愛さアップした、イエーイ。つぐみさんも入った当時はじゃがいもみたいに焼けたから綺麗になるよ。サラちゃん、おえへ、ほんまか。じゃがいもってなんかでも自分で言ってましたよね。ポンさんか、確かに焦げてたからじゃんじゃん。そうそう、でもめちゃめちゃ美白ですよね。生誕祭大事って、そうですよね。今お皿ファミリーに入りたい、入ってください。ハートありがとうございます。今日ネット販売プライベート写真ランダム届きます。あ、撮ったわ。誰かね、サンノが来るかな。早くチカナとの絡み見たいわ、劇場で。チカナちゃんね、まあ、勇気いるんですよ。身長伸びた？わかんない、誰とも比べてないからさ、伸びてんのか伸びてないのかわかんないよね。伸びたんかしら。伸びてたらいいね。あ、遅くなったけど、お皿のバースデータオルと T シャツ買ってよ。ありがとうございます。さやちゃん16連コールしたいな。ちかなちゃん怖い？怖くないよ。測ってみよう。そうやね、今度測りたいね。眠そう。眠いね。身長伸びたよね。伸びたく。おさら村民頑張る、イエーイ。今日目覚めよさげ。普通だな。普通だ。そこであくびかいって、あくびが回らんかったです。いた、こ
渾身のあくびだね。 NMB 劇場は毎回身長を測って、そうなんだ、すごい。 NGT も身長を測ってからしよう。配信終わったらまた寝るの？朝はやっぱりグラノーラ。グラノーラ食べたい。最近食べてない。コーヒーは今日ない。ハートありがとうございます。コーヒーはあれは実は目覚めに使ってるんですよね。サラのランダム写真当たっていてほしい。だね、みんな当たれー。サラの公演再開されたらみゆみゆとの背比べしてね。公演、ああそうだね、みんなと会えるようになったら。おそらファミリーじゃななくて市民だ。おじや市民。どうも中野ムランドから来ました、おさらファミリーです。わけわからん。私身長伸びたとかみゆみゆに近づく。みゆみゆハート100個ありがとう。ブラック飲めるの？もちろん、大人ですから。みゆみゆはまだ伸びてるのかな。すごいよね、今伸びてたら。だって高校卒業して今年20歳だよ。すげえ成長期よ。ダルメシアンってことは101匹ワンちゃんの仲間、そうです、101匹目。みむゆう大人なんです。チュ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 。でもおーちゃんこないだったけど全然伸びてなかった、歯磨き中。みゆみゆはもう身長伸び止まってる。じゃあ今のうちにサラは起こしてやる。村長は身長伸びてる？知らないの。今日の公演が楽しみだ。何しようかな。身長20代まで伸びるよ。まあそれはちょっと人によりますけどね。ちかなはこの前130センチの服？え？どういうこと？どういうことやねん。ちっちゃ。嘘。ちっちゃいな。130って何歳の時着てたのよ。あおちゃん伸びてないのか。ねえ。今一番高いのはみゆみゆ、みゆみゆだね。追い越すんだ。サラちゃんおはようさん、めっちゃ可愛すぎるで。ありがとう。バラありがとうございます。おサラはもう着れない服とかないの？おサラはもう着れない服？いっぱいあるでしょ。え？みなちなら。もっと小さいの入るんかな。110。みゆみゆと何センチ差なの？3センチとか4センチとか。身長の高さでてっぺん取ったんで。デコタン、マシャルくん、みなちとあは止まったんか。いや、みなちはさすがに止まってるでしょ。おじさんはだんだん縮む。気合を持て。グラノーラ食べたいな。170目指してほしい。いやー、170はさすがにいかないですよね。絶対いかない。みんなみゆみゆをサラの身長気になって。あ、そうなの。私たち言ったな。みゆみゆは超えないで、多分絶対越せないと思う。みゆみゆめちゃんこ高いもん。この年になっても毎日牛乳飲んでる。イエーイ。170あればモデルに呼ばれるのに。170って相当ですよ。もうすっごい身長やばい。もう行こうと思って行ける身長じゃない。48、間違えた。48グループで一番高いのは誰だろう。誰だろう。
牛乳飲めよ、飲んでますよ。小一トリオの2年後はすごく楽しみ。2年後高3。遅くなりました。おはさらりえちゃんです。おはさらりえさんです。昨日 TikTok かえりちゃんと同じ服着てた。え、マジですか。着てないよ、絶対着てないよ。絶対着てないよ、絶対着てないよ。かえりちゃん、いや着てないな。まあ似てる、似てた。七尾さんみたいにスラッと美人目指しちゃう。いや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 、すっごい、なんかもう七尾さんは身長が高いとかじゃなくて、もうスタイルがいい、神がかってます。なんかいい程度にお肉がついているんです。ついてないし、ついてる、できるんじゃねーできる制服モデル、いやもう緊張しました。170cm あれば170は大きいね。おはようございます、頑張ってください。ありがとう。体重なら簡単に、そうですね、増やそうと思えばいくらでも体重は増やせます。伸びるなら伸ばしたい、伸ばしたいですね。夏みかんさん、あ確かに身長も努力で頑張、いやいやいや努力なん、どう努力する。おさらはお葉っぱをかわいい、ありがとう。昨日の DMM 実況配信ユニット終わり MC だ。おさらの3人ね、みたいだね。毎日ヒール履かなきゃだね。他人、うん、他の人の読み聞かせ動画見てますか。カエルちゃんは見た。えへ、サラちゃんスタイルいいじゃん。いやいやいや、おはよう、おはよう、カウント完了、ありがとう。みんなでおさらに期待してるんやで。怖いな、ありがとう。てっ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 てサラは未来のセンターです。本当ですか。10年後にサラが雑誌のモデルになるとこが見たい。雑誌のモデルになりたいの。友達から鬼伝されて今起きたよね。虫鬼伝、中学生みたいだね。よし今から和式始めよう。身長伸び伸びやで。バレエのイメージがあるのに、私は身長といったら。おしゃれならモデル目指せる。本当に最悪モデルなかなかでしたか。ありがとう。ホテイトグループではしーちゃんが高いのか。あー確かにね。サラちゃんもスタイルいいよ。いいですか、ありがとう。サラちゃんは HKT ホテイトの森何だっけ、わかる、でも知ってる。まどかさんみたいなスタイル、見たいスタイルになりたい、なりたい。めちゃめちゃスタイルいいですよね。おサラは手大きい方、わからない。スカセルームが好きだから毎日見てる。今日もたくさんコメント読みありがとう。こちらこそたくさんコメントありがとうございます。まあ起こされた理由暇だからと。おふう、中学生や。まあおさらの配信見れたから結果オーライやけど。さらちゃんおはようございます。おはようございます。テニスしてるからなんて読むの。森安まどかさんだ、知ってる。そういつも読めない漢字はね、飛ばす思考になっていて、まどかさんのまどかだけ読めるんですけど、やっぱひらがなだから。さらちゃんの握手で力強くて好き。靴のサイズどれくらいだっけ。24。俊敏俊敏。私どんどん可愛くなってるな、さらちゃん。私ありがとう。夜配信は今日なしなんです。なんとですね、今日はですね、お兄ちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん、お兄ちゃんとが
人暮らしするので、そのね、あのね、あれ、お別れ会する、ばあちゃんとじいちゃんと。それか、モバメに配信は振りがない。あ、よかった。そうなんです、今日はちょっとすみません、夜配信がないんです。せーの、ごめんなさい。まあ、でも今日だけはちょっと許してください。おはよう、おはよう。お兄さん、この時期大変だと思うけど頑張って頑張って。あらら、仕方ない。そうなんです、大事な日なんです。そうそうそう、だからお別れ会をするんです。そう、だから許したって。おはよう、おはよう。はーい、おはよう。またモデルのイベントあったらエントリーする、したいけど条件にもよりますね。まあ、こないだは一日中ずっとできたからやりたいけど、でももしかして学校があって、私は例えば15時からしかできないってなった時にめちゃめちゃ不利だから、不利だし、めっちゃ皆さんに負担をかけるんですよ。だから悩むね。お兄ちゃん寂しいですね。ニキの一番洋服可愛いのは誰？いや、みよみよ可愛いと思う。それそうなんですよね。だから、まだあるって決まってないですけど。今日も配信ありがとう。仕事で行ってきます。いってらっしゃい。今日も元気もらってありがとう。仕事行ってきます。いってらっしゃい。メープルもみじの日。メープルもみじの日。15時じゃなくて、あ、そうそう、17時、17時。フリーはなくして、そうなんですよね。圧倒的不利だから、そうなると他のメンバーは日中してる中、私はできなくて、そうそうそう、考え方が押せる私。さらちゃん整列の時手を挙げてなくてよかったね。整列何してた？平等な、そうなんだよね、全然。あとね、あの15歳だから私あれじゃない、あれしかできないじゃない、9時。まあでも誕生日来たら10時だけど、そこんとこもちょっと困るから悩む。まあ、いや、あるって決まってないけど。いや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 、挑戦するなら頑張るぜ俺は。ありがとう。おはやさる、おはやさる。イベントずっと参加したけど大変より楽しかった。本当ですか、やったやった。あ、もう少しでロマンス色での時間だ。ロマンス色での時間だ。あ、それではお皿公演。
はい、ありがとうございました。今日の楽曲は先輩の楽曲でロマンスいらね、先輩の公演のロマンスいらねを披露させていただきました。はい、疲れちゃった、あんまり覚えてなかった、練習しないと。はい、ハートありがとうございます。皆さん今日も配信見てくれてありがとうございます。はい、このルームをまだフォローしてない方はフォローしてください。そしてはい、755もしてますので、ぜひ気になったらインストールして、さあのルームを見て、あートークを見てください。そしてモバイルメールもやってるので見てください。あとフォトログもやってます。そして TikTok もね、ぜひ見てください。いいねとハートとコメントよろしくお願いします。